どうも岡はじめです。本日はトム・ホランド特集でございます。このチャンネルは映画ドラマの感想を中心に私岡はじめが好き勝手喋るエンタメトーク番組です。現在スパイダーマンやアベンジャーズシリーズで、ピーター・パーカーことスパイダーマン役を演じているトム・ホランドさん、日本では、トムホの愛称でおなじみですよね。またはネタバレ王子とも呼ばれております。今回はそんな人気俳優が出演する映画作品をいくつかご紹介したいと思います。まずはですね、トム・ホランドさんについての簡単な経歴とスパイダーマンシリーズにおいてのトム・ホランドさんについて、それを話した後に、それ以外のスパイダーマン以外の出演作品おすすめの3選をご紹介したいと思います。彼はですね、若干24歳、イギリス出身の俳優さんでございます。もともと幼少期にダンサーとして、キャリアをスタートさせ、その後、ミュージカル俳優として、彼は活躍します。そして14歳の時に映画インポッシブルで注目を浴び、18歳の時に、3代目スパイダーマンのオーディションを受け、見事合格と。2016年公開シビルウォーキャプテンアメリカでスパイダーマンデビューを果たし、現在の活躍に至るという流れでございます。マーベルが、トム・ホランドさんをスパイダーマン役に抜擢した理由というのはですね、一応オーディションをして抜擢したらしいんですけども、そのオーディション会場ではですね、ロバート・ダウニー・ジュニアさんも協力のもと、行われてたそうなんですよね。で、そんな中でやっぱりこの他の役者陣と比べて、真剣さとそして信頼性が全然違ったっていうのは、これはですね、ロバート・ダウニー・ジュニアさん自身が、おっしゃっておりました。正直演技自体は他の役者さんもですね、優秀な方は多く見られてたらしいんですけども、やはりですね、その子役時代から培った経験っていうものがものを言わせたんだろうなというふうに思います。舞台を経験して培ったメンタリティ、そして、そこで身につけたダンスだったりだとか体操っていう身体表現における、技術力、こういったものがですね、他の役者さんとの圧倒的、差を生んでいたということでございます。そんなハイスペック俳優が見事掴んだ3代目 MCU 版スパイダーマン役でございますが、続いてね、作品についてちょっとお話したいんですけども、この MCU 版スパイダーマンはですね、現在まで2作品公開されております。そして今年の12月にスパイダーマンノーウェイホームが公開予定です。スパイダーマンシリーズの一番の魅力っていうのはどういうところかというと、大人から子供まで幅広い層の人たちが楽しめる作品っていうところが一番のやっぱりこうすごいところだと思いますね。特に複数人で見てもちゃんとみんな楽しいと思える作品、ここって結構重要なポイントだと思うんですよ。というのも映画ってやっぱり好き嫌いが分かれるものなので、他のジャンル映画とかになっちゃうと自分は面白かったけどちょっと相方が面白くなかったりとかって結構あるんですよ。で、そうなるとその見終わった後、せっかくね、気持ちいい思いでこう、感想を喋りたいのに、なかなか相手が面白くなかったから、感想なんか言いづらいみたいな空気って結構皆さん経験ありませんか？それがですね、スパイダーマンにおいてはほぼもうみんな楽しめるので、鑑賞後はすごいこう、ハッピーな気持ちでこう、感想を語り合えるというか、そういった特徴を持ってるっていうところは、やっぱりこう、スパイダーマンシリーズのすごいところなのかなというふうに思います。そしてですね、このシリーズのやっぱり見どころっていうのは、学園ものなので10代の成長過程が見られるというところが一番の見どころだと思います。10代の少年がいかにして葛藤し成長していくか、アイドルを応援するアイドルファンがどういった魅力を持ってアイドルを応援するかって言った時に成長過程が見れるのがいいっていうのをよく言いますけど、スパイダーマンシリーズもやっぱりそれが見れるのが一番の見どころですね。あとはやっぱり10代ならではの初々しさみたいなものもこう見れちゃう。特に2019年公開のこのトム・ホランド版の2作目、ファー・フロム・ホームで見せる甘いこう恋愛模様とかね、20代の恋愛映画では見れないような甘々しいシーンとかがすごい、見れたりして、ここがやっぱり一番の見どころかなというふうに思います。そしてですね、トム・ホランド版スパイダーマンの特徴は、これまでのスパイダーマンシリーズの中で最も原作に忠実な、キャラクター性を持っております。スパイダーマンシリーズというのはですね、過去に2回リブートされております。一番初期のトビー・マグワイア版スパイダーマンはちょっとこう原作に比べて大人びたスパイダーマンの特徴を持っておりました。そしてアンドリュー・ガーフィールド版、2代目ですね、アンドリュー・ガーフィールド版はちょっとシリアスな雰囲気を持ってたりとか、
まあそういったですね、コミックとはちょっと若干ずれた、キャラクター性を、まあ過去のスパイダーマンっていうのは持ってたんですよね。ただこのトム・ホランド版スパイダーマンっていうのは一番こう原作に忠実、一番こうコミカルで、ティーンエイジャーらしい、キャラクター性、そして、作品のトーン自体も一番こう明るい、そういった特徴を持ってますね。過去2回もリブートされているのにもかかわらず、なぜこのトム・ホランド版スパイダーマンは世界中で大ヒットしたかと言いますとですね、僕は個人的にですよ、物語の面白さとは別に、そういった過去作とは違う特徴のキャラクター性と抜群の才能を持ったトム・ホランドという俳優の組み合わせが見事に、ハマった結果だと思います。それではですね、続いてトム・ホランドさんが出演したスパイダーマン以外のおすすめ作品を参戦ご紹介したいと思います。まず1本目は2012年公開作品インポッシブルでございます。子役時代のトム・ホランドさんが見たいという方におすすめです。この作品はですね、2004年のスマトラ沖地震による津波に巻き込まれたスペイン人一家の実話を元にした作品です。主演はナオミ・ワッツとユアン・マクレガー。クリスマス休暇をビーチリゾートで過ごすためマリア・ベネットと夫のヘンリーが3人の息子を連れタイのカオラックを訪れるところから物語はスタートします。ちなみにトム・ホランドは長男のルーカスを演じております。タイに着いた翌日、一家が海岸沿いのプールで遊んでいると突然地鳴りが鳴り響き大きな津波が押し寄せてきました。夫ヘンリーは息子のトマス・サイモンと手をつなぎ飲み込まれ、妻ベネットと長男ルーカスも大量の水によってそれぞれ流されてしまいます。ベネットは水中でなぎ倒された木にぶつかり大怪我を負いながらも奇跡的にルーカスと合流。なんとか地元住民に助けられた2人ですが、ベネットは怪我の影響で瀕死状態に陥ります。バラバラになった家族は無事再会できるのでしょうか。津波の恐ろしさと家族の絆を描いたパニックドラマ映画でございます。まあちょっとね、東日本大震災を経験している我々日本人からすると少し目を覆いたくなるシーンも結構あるんですけども、津波の恐ろしさであったりだとか、まあ災害が起きた時の心得を学ぶための教材としてはこれ以上ない作品だと思います。絶対に泣きます。トム・ホランドさんは本作の熱演でスペインのアカデミー賞にあたるゴア賞において新人男優賞を受賞しております。まあ、どういった役どころかと言いますと、怪我で瀕死状態の母親を看病しながら見失った他の家族の生存を願う息子という、まあ、難しい役を演じきっているんですけども、特に終盤、ルーカスが絶望の淵に立たされ一人苦悶する場面、ここはね本当に子役とは思えないぐらいちょっと味わい深い芝居を披露しております。ちょっと芦田愛菜さんに近い、まあ、先ほども言ったプロフェッショナル感というか、そら売れるわなっていうのがすごくひしひしと伝わる、能力値の高さですね。また本作は現在 Amazon プライムにて吹き替え版が配信中ですので、気になった方はぜひチェックしてみてください。続いて2本目は2015年公開作品白ゲーとの戦いでございます。ハーマン・メルヴィルの小説白ゲーのネタ元としても知られる、こちらも実話を元にした作品です。トム・ホランドさんがシビル・ウォー・キャプテン・アメリカでスパイダーマンデビューする1年前に公開された作品ということで、まあ、ブレイク直前のトム・ホランドさんが見られます。ちなみに本作の主演はマイティ・ソーのクリス・ヘムズワースです。あらすじは1850年、アメリカの作家ハーマン・メルヴィルがトーマスという男から過去の壮絶な実話を聞き出すところから物語はスタートします。遡ること31年前、航海士のオーウェン・チェイスは家計を支えるため捕鯨の漁師を営んでおりました。ある日オーウェンは捕鯨船エセックス号に乗り込みアメリカ南タッタ島を出港します。目的は当時高値で売買されていたクジラの体の中にある鯨油です。1年以上の航海でもなかなか鯨油を集められないエセックス号でしたが、ついに大量のクジラを発見。しかしそこに異常な巨体と敵意を持つ白鯨が現れ、船は沈没させられてしまいます。船員たちは南米大陸から 3700km 以上離れた未知の海域で漂流してしまったのです。果たして彼らは無事生き残ることができるのでしょうか。トム・ホランドはエセックス号の乗組員トーマスを演じております。クジラの素材を集めるために危険な海の世界に冒険へ旅立つというね、このね語り口は本当にリアルモンスターハンターと言ってもいいと思います。しかし、後半は飢餓との戦いを描いたサバイバル映画に、ジャンルが変更していきます。リアルモンハンのゲームオーバー後の物語ですよね。
海の怖さを描いた作品というのは他にもいろいろあるんですけども、まあ実話というところがあるので、より生々しく海の恐怖を味わえる作品です。特に後半の乗組員の餓死寸前の表情、まあそのどんどんこうやつれていく表情っていうのがね、本当に見てて、きつい。見てるこっちもちょっと喉が渇くような芝居を皆さん披露しております。トム・ホランドさん自身も MCU では絶対に見れない表情を披露しておりますので、ぜひチェックしてみてください。現在、Hulu、Netflix、Amazon プライムにて配信中です。続いて3本目は2020年公開作品、悪魔はいつもそこにです。こちらはトム・ホランドさん主演、Netflix オリジナル作品です。まあ、どんな映画かっていうのをもう本当にざっくり言うとしたら、田舎町に住む人々の悲劇を描いた群像劇です。今回この動画でご紹介する作品の中で最もトム・ホランドさんのお芝居が輝いた作品と言ってもいいと思います。1945年、南太平洋戦争を経験したウィラードが地元の田舎町に帰還したところから物語はスタートします。ウィラードは信仰心が薄い人物でしたが、戦争で仲間が十字架に貼り付けられたところを見てからは熱心に祈るようになりました。その後、彼はシャーロットという女性と結婚し、息子のアービンを授かります。アービンが9歳になった頃、ウィラードは妻が癌になったことによって今までにも増して祈り、息子にもそれを強要します。しかし、ウィラードの祈りは虚しく、妻は癌により死亡。彼女を埋葬した夜、ウィラードも後を追うようにして自殺してしまいました。それから8年後、残されたアービンは祖母とその夫、そして同じく母親を失ったレノーラと共に過ごし、家族思いの青年に育ちました。しかしある日、教会に新しい牧師、プリストンがやってくるところから、アービンはまたも負の連鎖が続く人生を歩むことになります。非常に重たい作品です。まあ最初から最後までずっと画面上に陰湿な空気が流れる映画なので、かなり好き嫌いは分かれる作品だと思います。まあ犯罪ノワールものでありながらスリラー映画でありながら群像劇であると。まあそういったジャンルミックスされた作品ですね、この作品も。テイストで言うと、まあちょっと陰湿なロシア映画の作風に近いです。まあ先ほどのあらすじでもお話しした通りですね、物語は最初、アービンのお父さんの物語からスタートします。その後、17歳になったアービンの物語に移っていくという流れなんですけども、まあそれとは別に、そのアービンが住む町の他の住民たちの物語も同時並行で描かれます。最初はですね、まあ全然関係ない、別々の話なのかなと思っていたらですね、点と点が線になり、まあ最終的には面になると。まあそういった気持ちよさは、味わえる作品となっております。あと、まあ他に、まあこの映画の見どころというとですね、役者のお芝居っていうところが、こう、本当に、素晴らしいです。というのも、出演している役者が本当に豪華なんですよ。ちょっと紹介いたしますと、イット、それが見えたら終わり、ペニーワイズ役のビル・スカルス・ガルドであったりだとか、ファルコン&ザ・ウィンター・ソルジャーで、ウィンター・ソルジャー役のセバスチャン・スターンであったりだとか、あと今年公開されたスワローのヘンリー・ベネットだったりだとか、今後公開予定のザ・バットマンでおなじみのロバート・パティンソンだったりとか、もう本当に豪華な顔ぶれなんですよ。まあそんな中でも主役のアービンを演じるトム・ホランド。まあ、監督のアントニオ・カンポスさんもですね、最も素晴らしい俳優の一人と絶賛したほどの芝居を披露しております。まあ、他の映画作品では見れないダークな役どころです。特に終盤、セバスチャン・スタンとの MCU コンビによる衝撃の展開を迎えるので、注目して見ていただきたいです。はい、そんなところです。本日ご紹介した作品は、3作品とも比較的重い作品にはなってしまったんですけど、まあね、スパイダーマンシリーズとのいい意味での対比になってるんじゃないでしょうか。この中で1本でも気になる作品がありましたら、皆さんぜひチェックしてみていただけたらなというふうに思います。本日はこの辺で終わりにします。よかったらあなたの感想もコメント欄にお聞かせください。この動画が面白かったという方はグッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。